地下デリー線は、ヒースロー空港駅から、コックフォスターズ駅までを結ぶ本線と、アクスブリッジ駅から、アクトンタウン駅までを結ぶアクスブリッジ支線からなる、ロンドン地下鉄の路線である。全体的に地表から深い部分を走る。全長 71km で52の駅がありそのうち25は、地下駅である。年間で1億7617万7000人もの、 乗客が利用する。ロンドン地下鉄では3番が目に利用客が多い。地下鉄路線図の案内状のカラーは藍色である。ラッシュ時には最短3分間隔で走る。アックスブリッジ支線は最短5分間隔で運行される。ヒースロー方面は平日の昼間でも5分間隔で走っている。休日は5から10分おきに運行される。運転士は アクトンタウン駅、ノースフィールド駅、アーノズグローブ駅で交代する。車両はすべて6両編成で運行している。また、アクトンタウン駅、イーリングコモン駅間はディストリクト線と線路を共有している。2018年11月、ピカデリー線に2023年から導入される新型車両が発表された。ありがとうございます。